今まあ監督業やってるよね、はい、歴代のプレイヤーがあるよね、ベストナインちょっと組んでってピッチャーが、うん、もうこのピッチャーすごかったピッチャーですか、うん、考えるね、まあ、メジャーも経験してるけど、 で、 す、ね、でもまあ日本で、ね、やった、うん、誰と悩んでる、僕の中では、はい、まあ、西口さん対戦してる、いやしてないです、守ってて、守っててね、あ西口これだけ心強いピッチャーいなかったです、へ、僕若い時なんで、うん、何回ミスしたかなんですよ、西口さんとか謝りに行くと、すいません西口さん、ああかめへんかめへんって言ってパッと押さえてくれます、助けられるよな、それを何回助けてもらったのが僕西口さんなんです、うん、だからこの人のために絶対打たないといけないっていう、まあ僕もその東尾さんにこうバッティングしていただいて、うん、その結構皆さんこう自分でずっとやってた人がポンと若いのが入るので、逆に僕周りの方に育ててもらったと思ってるんで、うん、それで西口さんですね、あと正弘、いやでもえ正弘田中、あーマー君、まあ、いや新しい選び方だよねいやこれベストナインをこう選んでってもらってるんだけど、こう自分を助けてもらったその時のエースだよね、はい、それを選ぶっていうのは対戦してないから分かんないじゃない、でもなんか助けられてベストラインに選ぶ心強かったっていう、はい、だからこれは新しいね考え方が、まあ、当然もうでも一番早いと思ったのは僕上原なんですよ、あ上原、そう、はい、上原のまっすぐは当たらないと思いました、あのね佐渡だけ言ってた、うん、受けてて一番楽しくて緊張したのは上原だった、対戦して一番早いと思ったのは上原です、いやダルビッシュとかもやってるよね、ダルビッシュもやってます、ダルビッシュも当然速いですけど、まあ、こうピッチングがすごい上手いなと思いました、変化球を振らせ方とか、なんかこれがまあこの間合いじゃないですけど、なんですかね、空間を操るのが非常に上手いなと思いました、じゃあどっち、でも一応3人は田中と西口さんと上原さんと、はい、そうです、でもこれね、この3人をね、そこまでいいピッチャー、もう対戦しないピッチャーがいいピッチャーだから、まあ大好きも当然ですし、誰選ぶんですかねそれ聞いてるよ、はい、一人ですもんね、いや、そしたら特別枠で先発中継ぎを抑え、その3人で組むとしたら誰先発する、そういう考え方か、ああそういうことね、うん、先発中継ぎを抑え、もう特別だよみんな一人しか言ってないんだからじゃあもう一人言います、はい、上原です、同級生でもありますし、なんかこうこじつけるよねでも選べないです、もうその3人もこうね、まあ、当然マセイドがね、あれだけ20年の時期もあるし、うん、すごいですね、上原、はい、上原ですね、これはもうバッターとして、ずっとバッター者として良き友達でもあり、うん、でも良きライバルとして、本当に僕ってやっぱりその僕らっていた時ってなかなか対戦できなかったんですよ、オールスターか、まあ、そうだよね、その時しかないのがやっぱ特別なんですよ、日本シリーズとかやっぱ交流戦もなかったし、うん、そう考えるとやっぱ上原かなと思います、じゃあキャッチャー、古田、でも古田からは走ってるけど谷繁には刺されてるんだよね、そうですね、そうなの、はい、もうね、はい、オールスターに出て古田、まあクイックもあんまり使わない、オールスターの時はあんまり使わなかったっていうこともあるけど、古田をカモにしたんだよ、はい、古田が全く刺さなかった、でもその年の日本シリーズで横浜とやってた時に、そうですね、サードに走った時に谷繁に刺されたんだ、完全に盗んだっていうやつだったよね多分、谷繁さんって本当よく見てるんですよ、打席とかも、うん、僕もこう可愛がっていただいて、前の年は、うん、こうラインがあるじゃないですか打席の、うん、まあまあ近くに立ってたんですよ、うん、でもそれ交流戦があるかないかじゃないですか、うん、で次の年の交流戦でちょっと下がってたんですよ、うん、入った瞬間にこれこそ後ろ下がってもって言われたんですよ、ああそう、ドキッとして、あれそこまで見てるって、見てるってなると、だから全部見透かされてると思うのは谷繁さんです、でも全体的にバッティングを含めると古田になる、うん、まあそうですかね、なるほどね、もう打席の中ではこう古田さんと喋ったことはないんですけど、うん、オールスターで古田さんからも盗塁してるので4盗塁してるので危険になるっていうのも面白いよねそうですね、うん、はい、ファーストカブレラとかでもいいですか、外人の子、日本人、うん、王さんとかでもいいですか、もう全然いい、やっぱ王さんになる、王さんになるんですけど、なるよね、長嶋さんになるんですけど、ちょっと待ってください、うん、じゃあ世代で違うじゃん、まあ、もちろんそうですけど、うん、僕らがやってた世代でいくと、うん、小笠原さんからですね、ガッツ、
一緒にやったね、アテネの時、まあ、まあそうですね、予選の時もやりましたし、もうどんだけこう打たれたかって器用ではないんだよな、僕出だしなんで、僕がこうレギュラーとなったとなると小笠原さんになります。なるほどね、清原さんとか小畑さんとか、うん、多分立浪さんとかってなっていくと、その方で埋まっちゃうのでPL で埋まる、はい、まあ、確かにね、はい、いや立浪に PL のベストナインに組んでくれたら、そうそうたるメンバーがいるね、宮本慎也さんとかでいますし、そうだ、ね、でどっちかといったら、まあ、セ・リーグはほとんど対戦がなかったので、パ・リーグばっかり固まっちゃいます。なるほどね、はい、でセカンド、里崎さん、結局決まりませんでしたもんね、セカンド、そう、決めさせなかったっていうところもあるけどセカンドね、セカンドって意外にいないんだよね、なんかセカンド、セカンドっていう、うん、まあ、セカンド飛ばす、いつもセカンド半減になっちゃうんだよね、セカンドね、あれ、誰やったっけ、なんかもう変えたことあるんですか、ね、辻とかやってない、辻さんも1年間だけです、ちょうど僕2年目上がってね、だからもう晩年だよ、ね、はい、本当にレギュラーとしていくんだなってなると、僕らの時だったら井口さんですかね、ああ井口か、やっぱ井口さんですね、なるほどね、はい、かすりませんでしたねまあ僕らのない時ですからねそうですね、なるほど、井口ね、はい、はい、世代でいくと、そうだね、で三塁手のりさんですね、あ、のりくる、はい、当然ね、今やったら仲間さんちゃんもそうですけど、もちろんホームラン6本も取ってて、うん、でもちょうどさんちゃんの出だしの時ね、うん、僕一緒にやってた時ともノリさんになってくるんですよね、うん、はい、まあいいバッターだしな、はい、守備もやらかかったし、はい、ショート、ショート、はい、もう、いやもうこれ自分一人しかいないだろ、自分が監督で松井稼頭央という選手が存在したとしたらどうする、松井稼頭央です、でしょそれ使うでしょ、いやそうですよね、3拍子揃って打順的にはもうどこでも打てるみたいな感じだから、松井稼頭央ですね、でいい、でも、はい、でも今まで自分で自分を言った人は初めてだから、はいはい、いやまあそれいやいや、そら、はい、そらそうだよ、でもベストナインとしては松井稼頭央さんだとして、自分がいなかったとしたら誰選ぶかもちょっと聞いてみたいですね、そうだね、誰選ぶ、早速とかになりますけども、坂本、あとはそっか、セカンドやったら鉄道もそうですもんね、うん、でも実際早田も当然もうね、もう一応あれですけど、でも小坂さんでしたね、守備だけ言えばでしょ、うん、あちょっといや守備範囲は広かったね、半端なかったですね、うん、いやでも松井稼頭央でいいんじゃない、はい、そういったもんね、すごい真剣に考えてるんだ、そんなにね難しいって比べられる選手っていうのはそんなにいないよ、それは坂本か松井かになってくる、はい、松井和夫になってくるから、絶対に、うん、はい、外野、はい、じゃ外野3人で、はい、一郎さん、うん、やった、うん、結構外野って難しい、みんな集まるよね、みんなうんってなりますよね、誰でもいいみたいになっちゃうんだよね、外野まで行くとそれまで悩んで悩んでいくから、秋山浩二、秋山さん、これやってない、やってるでしょ、やってます、ちょうど秋山さんが大変かと思うんですね、いや結構逆に言い過ぎんのかもわかんないね、まあ、そうですよ、ございますもんね、秋山さんのセーブの時はやってないじゃないですか、うん、でも身体能力が半端なかったよ、そうですね、あの年でもあれだけ投げて、あれだけ飛ばして、あれだけ重いバット振ったんで、なんかね、そうだっていうことを難しい、意外と真面目に真剣に考えてくれる、ね、真剣に考えますね、ありがたいね、いや、外野の人って誰なのかな、稲葉とかもいたしね、松井秀喜さん、秀喜さん、小松は秀喜さんもいますね、まあ、資料聞いた、うわ難しい、松井さん結構さ、メンバー組むときに悩むタイプ、悩むタイプです、あの2軍の試合でも、はい、めっちゃ悩みます、そうだな、なんかこうなんか順番を考えてこう、ま、すっごい考えます、パッて決まるときもあるんですよ、うん、なんか流れを考えて決めるからな、で打順も考えてはこの辺でこう回ってきたらここで何か仕掛けられるかなとか、こうなってきたらここでチャンス来るかなとか、ずっと考えてます、 A 型多いです、なんか細やかに考えてそうだからさ、パッて決まるときはすごい早く決まるんですよ、うん、決まらないときはでもこの
回してこうなってとかっていろいろ考えていくと、うん、自分なりのシミュレーションをするわけですよ。まあそれはそうだよね。すっごい考えることです。あと一人出てきた。ひろさんですね。やっぱそこってそこやっぱり来るよね。どうしても。こう違うところも行きたい部分もあるんですよ。まあそりゃそうだな。はい、だからイチローはもうとりあえず全員選ぶんで、はい、もう置いといてっていう選び方もさせるときあるんだけどね。でもそれで監督の采配を振るったら面白いだろうね。もう何も出さなくていいと思います。そう、はい、いや意外とみんなはわがままでやっとすると思うよ。そういうメンバーが来るとこれをギュッと監督が締めないと。締めれるのかって想像したら締めれないですもん。そうだよな、多分な、はい、誰も締めれないと思う。